まず、ね、あの村田さんがボクシングを始めたそもそものきっかけっていうのは何だったんでしょうか。僕は初め中学生の時に、まあ、ちょっと学校でやんちゃしていたのであの中学校の先生が「まあ、お前ボクシングでもやってみろ」ということで、えー、初め連れてってくれたのがきっかけでした当時は奈良にある近くの高校だったんですけどあの本当に厳しくてすぐに逃げ出したことが初めの思い出ですね 僕も高校に入ってからは結構、真面目にしてまあ真面目手前味噌ですけどしっかり練習はしていましたね。でまあ、何しろ監督が厳しかったのでまああの真面目にせざるを得ないというかあの今だったらね本訴えられて,てもおかしくないようなねことが本当に当時は多々あったのでそれぐらい厳しかったのが僕にとってはすごいよかったですね。 この高校、まあ、五冠ってよく言われるんですけどこの高校五冠っていうと僕にとってはすごく実は悔しいイメージが残っていてっていうのは、えっと、僕が高校生の時は、えっと、1歳年上に青貴博という人がいてその人が高校六冠という記録を作ったんですねでこれが高校記録だったんですけど僕も青さんと同じペースで全国大会をずっと優勝していってて。 でインターハイ優勝して高校5冠目を取った次の国体これに出場してタイトルを取れば高校6冠という大きな記録を作れるチャンスだったんですけどこの大会で、まあ、国体ってここにいらっしゃる方みんな知ってると思うんですけど各ブロックで上位にあの団体で入らないとダメなんですね。で僕たち京都府というのが当時 えー、インターハイの総合で準優勝だったんですけどまあ普通に考えれば近畿大会でトップ通過するのが当たり前だっていうふうな競合だったんですけどチームメンバー的にも良かったんですけどまあみんなあ,のあれよあれよとしてで負けていってしまって,して今でも覚えてますけど僕の1階級下のやつが決勝で近畿大会の決勝で試合してそれいつが勝ってくれてで僕が勝てば3位で通過して高校6冠にチャレンジする。 権利を得れたんですけど、えー、その子がまあはっきり言うとこれ見てる人もいるって話なんですけどもうどう考えても勝ってるって試合でダウンまで取ってなんだこの判定はってうのが判定で負けにされてで僕高校六冠できなかった記憶があるんですよねだから高校五冠っていうとすごくその悔しい思い出になるんですね。 でまあ、今回もこのインターハイの中止とかっていうことですごくもう悔しい思いをしている子たちの気持ちがわかるといったらまあ大げさなんですけど少しわかるんですだから高校六冠できなかったからその大会に出ることができなかったからでその時にただ僕ねこの自分でいまだに誇りに思っていることがあって。 高校六冠っていう記録は達成できなかった、要は国体に出場できなかったけど、えー、よし、これなら全日本選手権に出て、えー、優勝すれば変則的だけど高校六冠になるじゃないかと思って、要は目標を違うところに変えて、モチベーションを保って、で、挑戦したんですね。で、結果としては本当、初めてテレビに出る試合だったのに、決勝まで行って初めてテレビに出るチャンスだったのに、 1>, 1ラウンドでしかもビビった試合してデフェリーストップ負けでもう,だろう自分に負けたような試合で負けてしまって情けないようなことを全国に移しちゃったんですけどでも今思うと出れなかったけどその先に何かを見たというそのチャレンジということはすごく未だに自分自身もあの誇りに思っていますしだろうあの時のちゃんと気持ちを切り替えてチャレンジしたということが。 まあ今の、うん、チャレンジ精神にもつながっているのかなと思いますし高校五換でいう話を聞くとまずこのことを思い出します、ね、多分自宅でどのようなトレーニングとかジムがやっててないい間どういうことをされてましたかまあ僕自身も練習じゃあ100%できていたかっていうとそうじゃないんですけどもうやれる範囲で例えば走ったりとか。 あと本当にジムとかで誰もいないような状況でサンドバッグを打ちに行ったりとかっていうのはし,ましてますし、人に極力合わないといいとう状況ででトレーニングをしててるって感じですねまあ、モチベーションとしては、この状況っていつ解除されるかわからないんですけど、僕自身は、じゃあ解除されたときに、あのときやっときゃよかったのとか、あのときちゃんと走っときゃよかったのとかって思うのが嫌なんで。 だからまあそれを思わないようにと思ってモチベーションとして頑張ってます、そのだろう夢を見るとかね、この目標に向かってだとかっていうポジティブなところというよりかは、むしろ後悔したくないっていう、若干ネガティブなことすらも入っているような気持ちで頑張っているのが正直なところですねオリンピック金メダル取った瞬間と、世界チャンピオンになった時の瞬間の達成感みたいな。 感じて、どっちが大きかかっったのかなっていう。オリンピックの金メダルってよく言われるんですけどあれは本当に縁がががああっっったたななななととか、運ていうのが正直なところなんでで、すねで。僕がアマチュア時代でこれは自分の中でよくやったって思ってることって世界選手権で準優勝したことなんですね。っていうのはと世界選手権の時僕はそんな海外とかで名前があるような選手でもなかったので。 初めてなんか自分の殻を破れたような。でしかも世界選手権2連覇の相手に勝ってあの準優勝まで来てそれでオリンピックの切符をつかんだのでただから僕の中でアマチュアで一番嬉しかった試合は何って言われたらオリンピックの金メダルじゃなくて世界選手権でオリンピックの出場権をつかんであの金メダルを取ったことなんですよ。で金メダルっていうのは本当正直ラッキーだなと思っていてだからなんかその達成感っていうところで言うと。 あのそんなに実はなかったんですよ、あ運と縁があって取れたなっていう、ちょっとラッキーだったなっていうような気持ちが正直、金メダルのときはあって、逆に世界選手権のときは自分の実力でここまで来れたし、殻を破れたってことですごく嬉しかった記憶があります。でそれは同じようなシチュエーションで、僕は実は、エンダム2戦目のとき、まあ、初めて世界タイトル取ったときっていうのも、実はそんなにいい状況じゃなくて。 まあただ、あのー、本当に味方してくれたんですね、いろんな面で,で、だから取れたってのもありますし、だからね、でじゃあ、プロ来て一番嬉しかった試合は何かっていうと、ブラント2戦目で世界タイトルを再ダッシュした時なんですね、取り返した時なんですけど、あの時ってのはやっぱり自分でスパーリングとしてもすごく追い込めたし、あの練習内容としてもすごく良かったしあの、だからその上でちゃんと結果を出したってことに誇りに思えるというか。 だから結局、じゃあこれ共通すること何かっていうとちゃんと練習をしっかりしてで自分の実力でできたと思えるかどうかなんですよねただ、なんかあのその結果が出てしまったことってあまりなんか誇りに思えないのが実は僕のあの気持ちでそうオリンピックの時なんて決勝でやった相手、僕、世界選手権の準決勝でやってて本当相手にならなかったような相手にああいう試合だったんで正直、あんま嬉しくなかったんです。よ ただ、取れててかったっただけでただブラント2戦目の時あ、エンダム2戦目の時も結構そういう感じだったし、まあ、それで言うと、やっぱり自分がちゃんと自分の何だろう実力で取れたというか、地に足ついたような状況で取れたって思う時の方が僕にとっては嬉しいのかなという感じです。だから、そう、いろいろ違うんですよね、そのオリンピックだからどうとか、えー、世界タイトルだからどうとかじゃなくて、うん <laughs> 自分がちゃんと自分の実力でここまで上り詰めたんだって思えるかどうかそっちのほうが大事だったかなと思いますね。と同じようなことをずっと繰り返している中で練習以外に何かしている方とかありますかこの前ねでもちょっと面白いことをやってみてまあ面白いって言ったらちょっと失礼なんですけどこんな機会だからこそ例えばお父さんとかお母さんいるじゃないですか。に、なんかね、改めててこうやって 要は嫌でもと言ったらなんだけど会わざるを得ない状況じゃないですかで距離で近くなってるからこそなんかその例えば僕は感謝の気持ちって伝えたことないなと思ったんで一回ちょっとちゃんと感謝の気持ち伝えてみようと思って伝えてみたりとかすると意外とまあこういう、ね、時期なんでこんな時期も悪くないとかっていうとすごく何だろうあのー、非難されるかもしれないですけどそういった意味ではなんか家族は結局この、ね、辺せっかく近くなってるんだから、うん 僕はちょっとほっぱずかしかったんだけどお母さんにありがとうなんか言ったことないなと思って、まあ、産んでくれてありがとうなみたいな感じで言ったらねなんか気持ち悪いなって言ったけどまんざらでもないような顔しててねだからなんだろうそういうふうなことを自分でアクションしてもいいかもしれないですねやっぱ待っててとかってなかなかないしかといって外行っていいかって言ってそういう時期でもないから今ある関係の中でなんかちょっと違う思ったこととか普段そういえばこんなこと聞かねえよなとかこんなこと言わねえよなってことか言ってみたりすると かか面白いかも。それが親に質問でもいいと思うし何かちょっとやってみたら意外と気分が晴れれたりすするかもしれないですね。結構いろいろな質問の中で話したいことを話せてしまったのでなかなか <laughs> 何を言ったらいいのかあれですけど <laughs> まあさっきの質問にもあったんですけどまあその一つの出来事っていうのは将来満足する自分がいればそのことすらも「あ俺はこんなふうなことがあったから私はこんなふうな出来事があったからだから」 強くなれたんだったらだから強く入れれたんだ。だから今の自分は入れるるっていいう,うに思えると思えとます。僕自身も北京オリンピックの出場を逃してもうやさくれていた時期があってでもそんな時期もあがあったからこそあのロンドンで金メダルっていうのもあったと思うし、えーうん、高校六冠っていうのが逆にできなかったからだからそのハングリーさっていうのが常にあったと思いますし。 結局一つの出来事をどう捉えるかっていうのはその人たちへいくらでも捉えようがあると思うんですよ。この出来事で俺は私は運がないからこんな競技なんてやってもしょうがない人生なんか面白くないと思うのはそれはもう自分でそういうふうな判断はできるのでだから物事っていうのは一つの事実じゃなくてどう捉えるかっていう個人の,あの判断に全て委ねられていると思いますので皆さんぜひこれからもいい判断をね 物事の捉え方としてもう同じ物事でも捉え方が人によって全然違ってしまうわけなので自分にとってどう捉えるかってことが大事なのでだからいい捉え方をして自分の成長になるような捉え方をして、えー、これからも先に進んでいってほしいなと思います、えー、皆さんまたね、あのー、ボクシング続ける方もいると思いますし後楽園とかでね、あのー、会ったりしたらまた声かけてもらえればいいなと思いますので。 お互い頑張っていきましょう。ありがとうございました。